はい、どうも、ゆきです。パワーポケ14メインストーリー解説実況続きやっていきましょう。とうとうここまで来ました。14ですよ。で、ちょっと待ってね。ちょっと俺、このシーン好きだからもう一回見てもらっていい？このね、パワーポケ1から、これパワーポケ1のスタート画面なんですよ。から、その同じ構図で最新作の14に来るっていうね、このスタート画面が大好きすぎるんだよね。しかもさ、1の頃のこの映像って、ゲームボーイカラーの時の、もう本当に当時のやつなんですよ。これを持ってくるっていうのが本当にスタッフさんの愛を感じれて、めちゃくちゃ好きなんですけど、まあ、この映像の通りね、14でラストになってしまいました。14で物語は終了を迎えてしまいましたが、じゃあ実際どのような物語だったのかというのを、はい、今回のこちら、燃えろ魔球リーグ編。こちらの動画でメインストーリーをたどりながら皆さんにお見せしていきたいと思います。14はね、かなり特殊なというか、まあ、特殊ですけどね、少年野球で。少年野球なんだけど、ダッシュとはちょっと違うみたいな、かなり特殊なシナリオにはなってるんですけど、最終作っていうことで、今までのキャラクターたちもいっぱい出てくるので、皆さんぜひ最後までお楽しみください。それでは行きましょう。ある日、そっくりな顔をした3人のメガネをかけた男たちが、夜の道を歩いていた。ユダ、山田、落ちたという野球が大好きな男たちである。懐かしいよね、この時点でも泣けるよね。オイラはもっとスーパーな選手になりたかったでやんす。オイラはその前にまずプロになりたかったでやんす。あれは人が倒れてるでやんす。大変でやんす。どうかこの子をお願いします。私はもうしっかりするでやんす。あの子は母親からオイラたちに託されたのでやんす。だからオイラたちが引き取って育てるべきでやんす。オイラたちってこの3人で育てるんでやんすか？ 3 人で力を合わせればできるでやんす。よし、頑張るでやんす。はてさて、この子の運命は。というね、まさかのメガネ3人に育てられた男っていうお話なんですよね。短くはしません。それから11年後。みんなおはよう。今日から6000年生になるわけだが、このクラスに友達が増えるぞ。千条光くんだ。千条です。よろしくお願いします。誰かさんと名前が似てますね。さて、じゃあ、あそこのゆうきくんの隣が君の席だ。いや、めっちゃびっくりされてる。あれ？今なんだか教室の空気がピリッとしたような気がしたぞ。ゆうきくんよろしく。ああ。なんだよ。ねえ、それって野球のユニフォーム？えらい、よく突っ込んでくれた。今までの登場作、誰一人突っ込まなかった。なんで普段からお前はユニフォームを着てるんだという突っ込みを唯一してくれた男。うん。ああ、そうなの。話が続かないな。そして。そんなところから来たんだ。で、何が好き？そうだな、野球かな。そうか、野球か。ん？この学校でわからないことがあれば何でも聞いてくれよ。うん、ありがとう。休み時間はずっと一人か。気になるな。そして。よし、終わったぞ。急に元気になる。ずいぶん気合が入ってるんだね。そりゃそうだよ。今日からフィンチーズで野球ができるんだからな。フィンチーズってチームの名前？そう、X リーグだ。ああ、小学校6年生から参加できる少年野球の団体だね。あれ、ちょっと待ってよ。どうしてついてくるんだよ。だって席が隣じゃないか。ゆうきくんのこともいろいろと知りたいし。別にいいけどさ、俺急ぐからついてこいよ。うん。そして。お前よくついてこられたな。こんなにグラウンドが遠いなんて思っても。おー、よく来たな、ゆうきくん。お前すげえ髪型、ハゲ散らかってんな。そっちの子は？あ、同じ学校の子です。見学ということで。今年入ってくる子は君以外はもう来てるぞ。あれ、女もいるのか。さあ、こっちで自己紹介してくれ。よくあれで一目で女って分かったな。はい。野球か。いよいよでやんすね。あれ？ひょっとしてプロ野球のユダ選手じゃないですか？おー、若いのにオイラのことをよく知ってるでやんすね。残念ながら3年前に引退したので、今は元プロ野球選手でやんす。なんでユダ父さん来たのか？可愛い息子の晴れ姿を一目見るために来たでやんす。父さんだって？ゆうきくんってプロ野球のユダ選手がお父さんなの？うん、まあね。それにしてもユダ父さんだなんて、まるでお父さんがいっぱいいるみたいな呼び方だね。いるよ、3人。え？意味わからんわな、まあ。おい、ランニングを始めるぞ。はい。そして。よし、今日はこれで解散。お疲れ様でした。あれ、山田父さんも来たんだ。二人とも車で家まで送るでやんす。この子は家まで走らせないと練習にならないでやんす。まあまあ、今日は特別な日だし、いいんじゃないでやんすか？すごいね。すごい状況だね、改めて見ると。フィンチーズはどうだったでやんす？前に見学した時と同じだよ。あんたの友達は先に帰っちゃったでやんすよ。え？ああ、あいつ。今日転校してきた子なんだよ。なかなか野球のことをよく知ってるみたいでやんすよ。悪いことしちゃったかな。
そういえば落ちた父さんは新しい特訓を思いついたとかで家で機械を作ってるでやんす。うわぁ、今日も家に帰ったらしっかり特訓でやんす。今日ぐらい休んでもいいんじゃないの？ダメでやんす。家まで車に乗せてもらえただけでもありがたいと思うでやんす。チェン。まだヒントもありますよと。はい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 。日の輪くぐりがおすすめですって。お前、小学6年生に日の輪くぐりおすすめんじゃねえ。ダメだろ、普通に考えて。虐待だろ。でね、練習は日の輪くぐりとか、ハンマー素振りとか、ギブスピッチングとか、玉乗りジャグリングとか、まあまあわけわかんねえような練習ばっかりですね。背景もちょっと怪しいですね。あの子はどうしてるでやんす？疲れてぐっすり寝てるでやんす？大丈夫でやんすか？フィンチーズってかなりレベルの高いチームなんでやんすよね。うちの子に比べればどいつもこいつも毛虫みたいなもんでやんす。それより落ちた。なんでやんす、あの特訓装置は。今日の新作でやんすか？自信作だったんでやんすけど、ダメでやんすかね。あんなのを使って肘とか肩を痛めたら大変でやんす。でもあの子は小さい頃から鍛えてるから、あの程度じゃ平気だと思うでやんすけど。小さい頃から。あー、長かったでやんすね。おいらがうんちのおむつを変えて寝るまで抱っこしていたあの子がもうあんなに立派になって。そうなんだろうな、俺も今子育てしてるけど。すぐに立派になるんでしょうね、子供って。山田は感動するのが早すぎでやんす。せめてあの子が高校生になって甲子園で優勝するまで感動は置いておくのでやんす。でもユダが余計なことしなきゃチームデビューは2年早かったのを忘れちゃダメでやんす。悪かったでやんすね。だから今回は影から支えることに専念してるでやんす。心配でやんすね。本当に我慢できるんですかね。重要なお知らせ。勇気のポジションにピッチャー以外を選んでいても最初はピッチャーとしてお話が始まります。ここは強制ルートなんですね。おはよう、ゆきくん。あ、おはよう。昨日随分走らせた上にほったらかしにしたことを気にしてないのかな。あ、ユニフォームなんだ。今日も練習があるの？あ、俺は昔からこんな服しか着たことないんだ。あの、まあ、でも本人、変なんだろうな、自分ちって気づいてるからまだいいか。見た目から入れって言われてて、はは、さすが元プロだね。聞いても驚かないの？どうして？いや、なんか他の人と違うし、僕の母さんよく言ってたよ。人と人が違うのは当たり前だって、めっちゃいいこと言うね、母さん。父さんが3人いても？そこはさすがにユニークかな、までしょうね。どうしてそんなことになったの？俺の本当の父さん母さん、事故で死んじゃったらしいんだ。なんかこれをね、12歳とか11歳の子に伝えてるっていうのも3人はよく決心しましたよね、そこ。ごめん、辛いこと聞いちゃった？いや、気にしなくていいよ。俺全然覚えてないし。それより3人いてもいいから、せめて普通の親たちだったらなって思うけどな。まあ、3人メガネだからな。そして。あ、そういえばゆうきくんってどこに住んでるの？学校から遠いよ。ついて行ってもいい？え、いや、やめとけって。本当に遠いから。そして。ちょっと待ってよ、君の家まだなの？グラウンドよりも遠いこと言っておけばよかったな。もう見えてきてるよ。ほら、あの山の真ん中ぐらい。見えてきてるよって、山だからね。いえ、ごめん、今日はこの辺で帰るよ。なんだか迷子になりそうだし。そっか、じゃあ気をつけて。うん、じゃあまた明日ね。チェ、主人公もね、友達ができるって言って嬉しいんでしょうね、それは。根性が足りない子でやんすね。うわ、ユダ父さん、買い物に出かけた帰りでやんす。船長は頑張ってよ。だいたい学校まで歩いて1時間もかかるところにどうして家があるんだよ。間違いない。走れば20分でやんす。いや、足早すぎでしょ、それは。そんなだから誰も俺の家に遊びに来てくれないんじゃないか。で、結構ね、学校でつまはじき者っていうか、いじめられてもおかしくないですよね、この主人公の生活考えると。おまけに家も普通じゃないし、練習の邪魔でやんすからね。さあ、さっさと帰るでやんす。家でいつもの特訓でやんす。まあ、主人公が強かったからまだ良かったものの、この生活って相当子供目線で考えたら厳しいと思うんですよね。今このゲーム出したらどうなんだろうね。燃えんのかな。フィンチーズの練習は水曜、土曜、日曜でやんす。週末の練習は朝8時から夕方7時でやんす。長っ。遅刻しないように注意しないといけないな。他の連中は9歳から参加できるベースリーグの経験者でやんす。負けないように頑張るでやんす。俺だってベースリーグから野球を始めたかったのに。あれはお前がチームで他の子と喧嘩をしたのが悪いんでやんす。その後ユダ父さんがやってきて騒ぎを大きくしたんじゃないか。おいらだけが悪いんでやんすか。あんなチームに行っててもお前のためにはならなかったでやんす。今回は怒鳴り込んだりはしないでやんすよ。俺も今度はチームのみんなとうまくやるよ。最初は目立たないようにして少しずつ本気を出していくんだ。苦労かけるでやんすね。大変だな。まあ日々特訓してるからな。力はあるんだろうね。あ、ゆうきくんは先生とお話し中？うん、進路のことだろ。ね、ゆうきくんって前に何かやったの？いや、そういうわけじゃないよ。でもあいつ変わってるからな。運動はできるし喧嘩も強いけどすぐに家に帰っちゃうんだ。何考えてるかわかんないしな。あいつは家でテレビもパソコンも使わせてもらってないらしいぜ。だから話についてこれないんだ。あと4年の時、草野球のチームで試合中に喧嘩始めてさ、その喧嘩に親が出てきて大変なことになったんだ。結局それが原因でチームを辞めたんだってよ。へえ、そうなの。ねえ、先生とどんな話だった？野球。え？
俺には野球しかないからそう言っといた。他にやりたいこととかないの？知らないよ。父さんたちはプラモデルとかフィギュアとか俺に隠れてなんかやってるみたいだけど。バレてるぞメガネ、バレてるぞ。なあ、俺って変かな？そうだね。普通の子ならあんな長い距離を歩いて学校に来ないよね。な？そうだろ。でもそれは頑張ってるってことだから悪いことじゃないと思うけど。そうかな。おい、ゆうきってあんなに喋るやつだったか。あの転校生やるな。誰もね、正面から受け止めてくれなかっただろうからね。そうだ、近くにスポーツショップってある。買いたいものがあるんだけど。そしてほら、ジャジメントスーパーだよ。ここでほとんどのものが買える。ありがとう、助かったよ。じゃあまた明日。ああ、まあパワポケ Q の舞台とかと近いんすよね。ん？明日は学校休みじゃないか。あいつ間違えたな。さあ、明日はフィンチーズで初めての一日練習だから、今日は家でたっぷり練習しよう。休んでおこうっていう風にはならないんだよね、この男。じゃあしっかりと毎日火の輪をくぐりながら準備をしていくと。さあ、早く家に帰って特訓しないと。でもなんだか今日はすぐに帰りたくないな。じゃあちょっと寄り道してみましょうか。よし、寄り道だ。そしてこの公園学校から遠いし、いつもあんまり人いないんだよな。ふぅ、珍しいな。多分うちの学校の子だよな。声かけてみます？まあ、せっかくイベント発生したんで。こんにちは。こんにちは。私に何か用があるんじゃないの？何もないな。いやー、その、ほら、なんかため息ついてたし、どうしたのかなと思って。じゃあ聞くけど、あなた、自分が特別な人間だって思う？え？思うにしとこうか。思うよ。え？もしかして何か秘密の力を持ってるとか？いや、そんなのはないけど。俺野球だけは得意だし、甲子園やプロに行って絶対すごい選手になるから。はあ、そんなの全然特別じゃない。え？だって私のお父さんも甲子園で優勝したって言ってるし、今はプロで野球してるもの。そうなの？君の父さんすごいよ。すごいかもしれないけど、私が聞きたいのはそんなことじゃないの。あの、某主人公です。この子のパパは。どういうこと？もういい。やっぱり私のことなんて誰にもわからないんだから。言っちゃった。おっと、俺も早く帰らないと父さんたちに怒られる。今回の実況ではね、この子は別に攻略しませんが、まあ彼女解説実況とか、あとはメイン、この子だったら、あの静止実況の方でもやってるんで、気になる方はぜひそちらをご覧ください。よし、今日からフィンチーズで本格的な練習だ。あれ？いや、おはよう。お前こんなとこで何してんだよ。フィンチーズの見学、この前チームの許可は取ったよ。見てるだけなんてつまらないから。あのな、フィンチーズはかなり本気のチームなんだぞ。休みの日は全部練習だし、野球ばっかりしてる人間がプロを目指して集まってるんだからな、ガッチガチですよね。なんかね、当時のあれガンバーズとは全然違いますね。キャッチボールでもする？昨日はそのグラブを買うためにスーパーに行ってたのか。でもそんな新品のグラブじゃダメだよ。だからさ、キャッチボールで手になじませようと思って。なじませる？ちょっとわかってる感じですね。お前ひょっとして野球やったことあるのか？うん、ちょっとだけね。どうして言わなかったんだ？聞かなかったじゃないか。その時のポジションは？ピッチャー。おい、ちょっと本気で投げてみろよ。まだ肩ができてないよ。だから希望するポジションはやっぱりピッチャーかなって。ん？ああ、中杉先輩、よそ見しないでくださいよ。おい、もうそろそろいいだろ。そうだね、じゃあ行くよ。ほう、あの子は確か見学のやつだったな。体があまり大きくないのになかなかいい球を投げますね。手投げになってるところを直せばもっと良くなるでしょう。何がちょっとだけだ。これだけ投げられるならちゃんと練習してきたやつじゃないか。あれ、そう思うかい？ありがとう。チームとみんなと仲良くなるまでは目立たないようにって思ってたけど、やっぱり負けたくないな。よし、次は俺の番だな。うん、順番だね。さあ、バチコイ。おお、これは早い。いたった。参ったな。これは手が痛いよ。ごめん、つい。こんなボールが投げられるのに野球しかないだなんて君は贅沢だよ。そっか、はこれは掘り出し物だな。伸ばせばいい投手になるぞ。へーん、めっちゃ嫌な顔してる。めちゃくちゃ嫌な顔されてますけど、いいじゃないですか、切磋琢磨していけばね。いやー、でも最初こうやって目立って杭と目立つ杭だから打たれたんだろうね。前も今日は戦場来てないのか。まああの調子だと来週ぐらいからこのチームに入ってきそうだな。さて、上級生の練習のためにボールを片付けておこう。おい、ちょっとあんた。ん？あ、俺と一緒に入った女のやつか。よくこの見た目で女ってすぐ分かったよな。人の名前ぐらい覚えてよ。上森ハンナ。上森さんですよ。あのポジションはピッチャー希望。なんだよ、お前もピッチャーか。ピッチャー多いな。やっぱ野球やるからにはマウンドの上を目指さないとね。あんたみたいにボールは速くないけど、俺コントロールなら自信あるよ。俺だって女なのに自分のこと俺って言うのか。お前そんなんね、両儀式ぐらいしか見たことないよ、カタカナの俺は。悪いかよ、俺の自由だろ、変なやつ。ところで、うちのエースの球って見た？ほら、友原先輩、今からあそこで投げるよ。ああ、あの人の球なら見たよ。本気の球も。本気？おい、友原、あと10球だ。はい。
うわ、早い。140近くまで出るってさ、早いな、だいぶ。あんたも早いみたいだけど、やっぱ中学生にはかなわないよね。いや、中学生で140めっちゃ早いからな。チェ。本当は俺ファーストの方がやりたいんだよな。もう逃げ出しちゃうの？ラッキー。ライバルが一人減った。そういう意味じゃないよ。お前よりも俺の方がピッチャーに向いてるしな。無理しなくていいって。ピッチャーは俺に任せて、あんたは一塁手でもやってなって。いや、どっちも大事だろ。ムカつくやつだな。お前には絶対負けないぞ。あ、ストレスが溜まると練習のせい。ストレスのゲージもね、ちょっと重要にややこしかったりするんですよね。でも毎回この辺変えてるっていうのがパワポケ飽きさせないための工夫なんでしょうけど。Kさんも頑張ってるでやんすね。練習が投げ込みに偏ってるみたいでやんすけど、なんかあったでやんすか？フィンチーズに140キロ投げる先輩がいるんだ。俺よりもずっと早い。はぁ、なかなか現実は漫画みたいにはいかないもんでやんすね。ねえ、俺ピッチャーじゃなきゃダメなの？ん？俺一塁手の方がやってみたいんだけど。ダメでやんす。野球はエースで4番でやんす。それ以外のポジションはオイラが許さないでやんす。いやー、自由にさせてやれよ。チェ。心配しなくても140キロなんてそのうち投げられるでやんす。体が大きくなれば自然と球速も上がっていくでやんすよ。ああ、俺に魔球が投げられたらな。それならスピードで負けてたってヒーローになれんのに。ヒーローでやんすか。投げられるとしたらどんな魔球がいいでやんすか。それはね、メラメラ燃え上がる球。岩山のように力強い球。水のように捉えどころのない球。風のように素早い球。すべてを照らし出す光。あらゆるものを飲み込む闇。これ玉って書いてあるのに、ここ2個だけね、光と闇なんですよね。まあ、光っすかね。ほほ。変化球すらろくに曲がらないのに、そんな現実離れした魔球が投げたいのでやんすか。え？つまらない夢を見てないで、とっとと練習するでやんす。魔球と呼ばれるような変化球を投げるヒーローになるのでやんす。はい。父さんが聞いたから答えたのに、間違いない。それはマジで間違いない。翌日、こうなったら練習しまくって140キロ以上投げてやる。うわー。で、バーニングが始まると。はい、こうするとね、練習効果と怪我率が2倍になるっていう、まあ、パワポケ9にちょっと似てるところですね。はぁ、この男がどうなっていくのか。さあ、練習も私帰るか。あれ？何してるんだ？ああ、バスが来る時間までゲームしてるんだ。すごいな、それ。そうか？普通だろ。でも俺ゲーム機なんて持ってないからさ。ほら、ちょっと貸してやるよ。え？いいの？ああ。あのさ、ひょっとしてゲームするの初めてか？ああ、やられちゃった。初めてだったらそんなもんだろう。はい、面白かったよ。あれ、もういいのか？そろそろ帰らないといけないから。ずいぶん急いで帰るんだな。俺家が遠いんだ。あ、そうなのか。お前はゆうきくんだったな。俺の名前覚えてる？水口太郎だろ？これからもよろしくな。よろしく。じゃあまたな。初めてのゲーム。その割にはゲームのやり方を知ってたな。メガネがやってんのでも見てたんじゃないですか。その頃。うわー、今度こそオイラの勝ちでやんす。何の返り討ちでやんす。いつまでゲームしてるでやんす。そろそろあの子が帰ってくるからもうやめるでやんす。この前あんたらの遊んでるのをこっそり覗いてたでやんすよ。バレてる。プロ野球の選手になるまでゲーム禁止というのはちょっと厳しすぎないでやんすか。3人で決めた教育方針でやんす。大変っすね。はい。っていうような、かなり特殊な環境で育っている男の物語が今回から始まります。皆さんぜひ楽しみにしておいてください。じゃあよければチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。